あれですかね、ちょっとね、図がないんですけどね、塀で囲まれてたと。おそらくね、多分埋まってるとは思うんですけど、どれかな、分かり、あ、なるほどね、近道というのがあって、ちょっと雨降ってきましたね。なんか結構晴れてんですけどね、晴れてるっていうか、まあこの辺だけ雨降ってて、史跡正田拝寺拝寺跡こういう感じになってて、まあ復元したらこうなんですけど、この階段がまだ残ってますね。これ岡山市の長久に来てます。で、何があるかというと、正田寺というのがね、この辺にあったんですよね。で、古墳時代から奈良時代にかけて古代吉備の中心地の一つであったということですね。この辺りが、まあ、この辺にもその時代ぐらいにお寺さんがあったんですけど、その正式なそのお寺のその名前の記録がなく不明であったんですけど、1970年の昭和45年の発掘調査でその寺院が出てきたということで、飛鳥時代と奈良時代の2度にわたって大整備がされていたことが判明したという、寺院がね、この辺りにあるということで、ちょっとね、行ってみようかなと思います。はい、というわけで今回の舞台はこちらです。岡山県の岡山市の北へ中区になりますね。はい、こんな感じで、Google マップで示しております。はい、上空からのね、カメラで見ると寺のようなね、形のものがあります。ちょっとね、こちらの方に行ってみたいなのですが、はい、でですね、こちらの方ウィキペディアでも出てくるほど結構ね、有名な場所になっておるみたいです。はい、なんかね、本当にちょっと興味が湧いてきますが、行ってみましょうかね。なんかね、この辺りが蛍が出てくるということで整備されとるような感じなんですけどね。ちょっとね、この渡っていきますかね。よいしょ。なんかね、ところどころで岩が集合してるんですけどね、これもあれなんですかね、お寺の敷地内にあった何かなんですかね。おそらくね、この辺りが普通に、今まではな、公園のような感じなのかな。ちょっとね、ちょっと開けた場所かなと思うんで、史跡正田拝寺拝寺跡らしいんですけどね。あれですかね、ちょっとね、図がないんですけどね、塀で囲まれてたと。これですかね、ここのこの辺に塀があったんですかね。でもこれ多分違いますね。なんかこれがお寺のね、なんか土台なのかなと思ったんですけど、多分違うと思います、ね、これは違うな。こっちですね、とうとうの跡、どれなんですかね。なんかがこれがあるってわけですよね、階段が。
らくね、多分埋まってるとは思うんですけど、どれかな、分かりにくいんですよね、めちゃめちゃめちゃこれ、あ、なるほどね、近藤というのがあって、一応これ分かりやすくやっとるみたいですけど、これが、寺の基礎みたいですね。これです、その当時の土台があったみたいですね。奥にもなんかあるんですけど、これは多分違うとは思うんですけどね、祀ってるところですね。池があって、後ろにお墓が、ちょっと雨降ってきましたね。なんか結構晴れてるんですけどね、晴れてるっていうか、まあこの辺だけ雨降ってて、ここも、陸軍歩兵上等兵のお墓みたいですね。ここ本堂があったところらしいです。これが基礎。こういう感じになってて、まあ、復元したらこうなんですけど、まあ、こういうのがこのとこにあったということですよね。斎藤ということで、今全体的にはこうなってるんですけど、ああなるほど、この階段がまだ残ってますね。これですね。なんとはなしに、よいしょ、いう感じで、多分これも基礎だと思うんですけどね。でも一番わかりやすいのはこれですね。このお寺に向かう階段いうことですよ。めちゃめちゃ古いってことですよね、そう考えたら。はい、お疲れ様でした。スピチューブ今日はこんな感じです。ハイデラということで岡山市の中区に行きました。本当たまたま見つけた感じで今日来たんですけど、やっぱりねあったということで、はい、でももうねその形も全然ね残ってなくて、ただ基礎が残ってるということで、ね1300年前ぐらいにあったと思われるハイデラなんですけど、まあいろんなねその内乱とか、宗教の関係で、取り壊されたりとか、いろんなね歴史の中で、まあ、今こうして、全く存在しないものになってしまいました。はい、まだね岡山にも多分こういうね、まあ、古墳も含め、お城の跡とかいっぱいあると思います。はい、最近では、ね、なんか総社と、倉敷の方ですかね、高橋川の、貫通工事ですかねの際にもねお城跡が出たようです。はい、まあ、それもね、工事のために、写真とかそういう研究だけして、あとはもう取り壊しというか削っちゃうということになったりとか、まあ、本当にそういう歴史があっての、今の姿かなと思います。はい、というわけでね、またスピチューブよろしくお願いします。それではまたね、失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。